どうも、とわろうかーです。今回はですね、ついにです。関東の王将にやってきました。ここは、綾瀬駅前店の餃子の王将です。関東バージョン行ってみましょう。頼んだ商品はいつも安定のチャーハンセットです。なお、卵不足により、天津飯などはなかったです。そして卵の入り付けもなかったです。はい、こんな感じですね。今回卵の入り付けはなしです。パリパリよ。餃子の様子です。いやもうね、様子からしていい感じですよ。はい、もうパリパリで美味しかったです。結構短いレビューにはなったんですけど、ここの王将かなりレベルが高かったです。やはり東京人口が多いのもあってか、美味しい餃子の王将があるのかもしれません。また次も行ってみたいと思います。はい、てことでまた次もやってきました。ここは餃子の王将有楽町フォーラム店、国際フォーラム店です。王将とはまず思えないですね。めちゃめちゃおしゃれです。さすが東京です。京浜東北線の下にあります。はい、これ餃子です。ここもですね、安定にパリパリです。こんな感じです。まあ餃子は餃子です。なんかでもね、ここの餃子不思議ですけど、なんかビジネス街っていうのもあって、ニンニクがちょっとわざと薄めに調整されてるような気がしました。味がちょっと違います。そしてここにはなぜか天津飯ありました。そして関東の天津飯、関西と味が違うみたいです。これ謎のパウダーです。初めて見ました。王将やはりいっぱいあります。おしゃれな王将。いやー、なんか全然王将な感じしませんでした、店内は。でも中身は王将です。味は安定に美味しかったです。東日本3日間で王将2回も行くバカ、王将バカです。今後も王将行きたいと思います。それでは皆さん、また。